官房長官の発表が間もなく行われる様子です。官邸の記者会見の方は総理大臣官邸で新しい元号について小渕官房長官が記者会見を行います。小渕官房長官の発表です。じゃあお待たせしました。官房長官が元号を発表されましたら直ちに資料を配布します。よろしいですか。じゃあお願いします。ただいま終了いたしました閣議で元号を改める政令が決定され、第1回臨時閣議後に申しました通り本日中に交付される予定であります。新しい元号は平成であります。新しい元号は平成と決まりました。平和の平、成功の成、平成です。現在記者団に資料が配布されております。小渕官房長官が新しい元号として平成と発表いたしました。現在記者会見場ではよろしいですか。記者団の写真撮影が行われております。カメラの方よろしくございますか。よろしいですね。この新しい元号は政令公布の日の翌日である1月8日以降において用いられることとなっております。またただいまの閣議で元号の読み方に関する内閣告示と改元に際しての内閣総理大臣談話が閣議決定されました。それでは資料をお配りいたしたと思いますが、お手元に届いておりましたら会見を続けます。元号を改める政令および元号の読み方に関する内閣告示の内容は冒頭に申し上げた通りであります。次に内閣総理大臣談話をご紹介いたします。
本日元号を改める政令が閣議決定され、本日中に交付される予定であります。この政令は今般の行為の継承に伴い、元号法の規定に基づいて新しい元号を定めたものであります。新しい元号は平成であります。これは式の御定本儀および諸教の大宇母の中のうち平らかに外なる式でございます。地平らかに天なる諸教でございますという文言の中から引用したものであります。この平成には国の内外にも天地にも平和が達成されるという意味が込められており、これからの新しい時代の元号とするに最もふさわしいものであると思います。この新しい元号は事情の許す限り速やかに改元を行おうという元号法の趣旨、国民生活の便宜等諸般の事情を考慮して、交付の日の翌日である1月8日以降について用いられることとなっております。新しい元号の使用につきまして、国民各位のご理解とご協力をお願いする次第であります。元号は1300年余の歴史を有しております。単に年を表示する手段としてだけでなく、長い歴史の中で日本人の心情に溶け込み、日本国民の心理的一体感の支えにもなっております。この新しい元号も広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根ざしていくことを心から願っている次第であります。なお元号の引用文中の後者の平らかには平らぎとも読むということであります。以上であります。なお元号選定にあたりましては、先刻の記者会見でご説明いたしましたように、まず高い職権を有する方々に元号の候補名の考案をお願いし、提出された案をもとに内閣法制局長官から意見を聴取して、新元号の原案として数個の候補名を選定した上、これらの原案について各界の有識者および衆議院および参議院の正副議長の方々からご意見を伺い、これを踏まえて全閣僚会議において協議し、最終的に閣議において新しい元号を決定いたしたものでございます。以上、閣議の問いにつきまして。